はい、皆さん、さあ尼崎ファイナルイベントが終了しました。いつもね、水曜日の夜は帰ってましたね、この道を。いやー、しかし楽しかった楽しかったな。めちゃくそ楽しかったな。先の人はみんな元気で優しい、優しいな。ノリパレのね、肩にノリパレに来てくれる方たちの雰囲気がそっくりです。片道2時間ね、かかるお仕事でしたけども、今日一日をね、今日一日過ごして大変やったけど報われたなと思いましたね。運動する場所がなくなるというのは悲しいですし、運動できる場所があるというのは当たり前じゃないですし、そういうのなんか毎回思いますね。閉店イベント過去にも経験ありますけど、まあ、こういう場に立ち合わせてもらってですね、改めて今自分が頑張ろうとしてることにすごい意味があるなというふうに感じれますし、なんか背筋が伸びますね。ね、欲張りですけども、何かできることあればやりたいですね。ないんかな、体育館みたいなところがあればですね。月に1回でもやろうと思ったらできるんですけどね。いや、やりきったな。当時はね、もっとガヤガヤしてましたよ、尼崎。あそこにいつもね、赤ちょうちんの焼き鳥屋があってね、すっごいいい匂いしてたんですよ。いつかの野望やったんですけど、叶わずでしたね。もうね、雨の仕事遅いから泊まったろって思った時あったんですよ。で、その時にこういうちょっと気になる店全部行ったろっていうね、野望があったけど、叶わずじまいでこういう状況でしょう。やっぱ
とねやりたいなって思ったことへの瞬発力ってめっちゃ大事だと思う。もうそれも今日で気づかされますよね。まあ今日は全力尽くせました。アンコールもできたしね。アンコールはノリパレの1周年以来かな。よかったねあれ、全員付き合ってくれて。一人お風呂があるんやけどって声出して言うてたけど。いや楽しかった。これは爆睡だ、無理だわ、もう足が動かないです。今日はそれぐらい全力を尽くしました。さあいかがでしたでしょうか。行きと帰りの天ヶ崎ですね。もう多分行くことないんで、毎週水曜日はこんな感じでね、お昼夕方頃に天ヶ崎行ってちょっと休憩して、夜にレッスンしてこの道を帰ってたと。今日は通勤経路の紹介ですね。すごい、今日はもうねめっちゃ素材取りましたよ。また、オンライン乗り部屋でねそちらもシェアしていきたいと思いますけども、来ました。ファイナルレッスンの完全版はノリ部屋で公開します。チャンネル登録もどうぞよろしくお願いいたします。